さおちゃんです。今のケアンズ市内の様子なんですけども、本当に人が全然いないです。まあ人っていうよりはカフェとかテラスがもう全部閉まっちゃってるんで、本当に静かな街になってます。これね、今まで行った中でこんな感じのことなかったんで、本当びっくりします。でケアンズであの有名なカジノなんですけども、ここもカジノも閉まってます。動物園とかにも行けません。これでいつもはもうね、毎週も結構何回も行ってたんですけど、あのフリーコーヒー飲みに行ったんですけど、もうこういう感じですね。入れません。これ本当に異常事態ですね。街中本当静かです。まあ、車はまあちょっと見かけるんですけど、歩行者がとにかく少ないですね。で中国人はほとんどいないです。ゴーストタウンみたいな。この海沿いの、ね、ところもなんですけど、全然人いないし、お店も全部閉まってます。まあ一応空いてるとこもあるっちゃあるんですけど、もうカフェとかのところに人が一切いないんで、みんな軟禁ですよね。軟禁っていうかまあ自粛してお家にいるっていうか、あのホテルとかホステルにいるって感じで、まあ少しながらね、いないわけではないんですけども、まあからさまに活気はちょっとないですよね。本当にどうしてこうなっちゃったんだろうって感じ。本当でプールは閉鎖ですね。まあこれは多分点検って意味もあると思うんですけど、あれもちょっと向こうの方とは結構歩いてる方いるから一概にはだったと思うんですけど、それにしてもちょっと、なんか閑散としてるな。美術館も閉まってますね。この通りもいつもはすごい賑わうんですけど、で市民の憩いの場である図書館も閉鎖してます。これね結構ね、あの、まあ、市民だけじゃなくホームレスとか、あと僕みたいにワーホリとか、あと留学生とかもね、かなり重要なところだと思うんですけど、なかなか痛いですね。もうこういうとこまで閉まっちゃうっていうのはちょっとね、本当に、深刻だと思います。なんかこのセントリンクっていうなんか政府機関みたいなとこは人がいっぱいいますね。なんだろう、失業保険とかなんかいろいろもらいに行ってるのかもしれないですね。ドラッグストアオープンしてますね。やっぱりスーパーとドラッグストアは結構人がいる感じです。で、ショッピングモールのスーパーの前は結構お客さんいますね。ここはあんまり規制してないのかなって感じ。まあ、スーパーはね相変わらず多いんですけども、だから買い物とかするには特に困ることはないと思います。スーパーの前は結構人いますね。中にもお客さんそれなりいます。ただ時間が、まあ、終日午前7時からまあ午後、まあ、ちょっと早い時間で、ね、閉まってしまうみたいなんで。福祉施設のアングリケアはオープンしてました。ただ火曜日のフリーフードじゃなくなってしまって、ちょっと残念ですけど、まあ、フリーブレッドとかいくつかあるので特にここは問題ないと思います。まあ、海を見ているといつものキャンズなんですけど、まあ、早くね収束してほしいですし、すぐね営業再開っていうかいつも通りのキャンズに戻ってほしいなと思います。今までのなんか埼玉とかさ東京の方の近くのところに住んでたんですけども、災害とかそういうのあんまり経験したことなくて、他人事みたいに思ったんですよね今までね。東北の震災の時もそうだったんですけど、でもちょっと今回自分は当事者になってやっぱ本当に当たり前の日常が幸せなんだなっていうのをちょっと感じました。ちょっとね今回のことでねちょっと考えるきっかけになりました。ということで以上になります。ご視聴ありがとうございました。